トウモロコシたまりません。ドドン。あ、ね、これはうまいの間違いない。化学を感じるシリアルバーだ。これはあったかもしれない。前ボワー、もうすでに中になんか、はあ、あ、提供がありました。ノルウェー軍の戦闘糧食、タラのクレイカレー煮です。北極圏のカレーだそう。かっこドイツとも書かれてましたね。なんだろう、ドイツが食材なのかドイツ風なのかちょっと謎ですが、はい。でもタラだからね、うん、あっちの方なんでしょう。で、コーヒートルティーヤ、ね、中になんか入ってます。ドライフルーツ、チョコレート、ブルーベリーバー、ミントガム、レモンドリンク、手拭きです。さあ、それではいただきます。よっしゃ、それではいただきます。まずはですね、どれからいこう。ちょっとじゃあドリンクからいこうか。まずはもうこれ前も飲んだよね、多分。結構甘いね。うん、作られたというか、あのラムネ、レモンラムネ、またはレモンのあのタブレット、夏とかにね、あのクエン酸タブレット、あの感じ、こう作りましたって感じのね、レモンだね。結構、そして甘い。結構入れたけどな、水。甘いこれ。うん、これはあれだな、でもクエン酸を感じるね、かなり。じゃあこっからいこう。もうこの謎トルティーヤね、この謎トルティーヤからいこう。うん、謎すぎるよこれね。独特だよね、畳み方も独特だよね。パタンパタンパタンだよこれね。誰畳んだんだべね、あっちの。やっぱいるんだべね、パートの人がいるんだべね。うん、畳む専門職の人がいるんだべ。いただきます。うん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 、これはうまい。うん、理想的。完全にあっちどっち、メキシコの方だっけ。辛い、ひき肉と多分トマト、あとハラペーニョ、うん、のあと酸味、この酸味とちょっとこうトマトっぽい感じ、あのスパイスの感じ、もう完全にあっちのトルティーヤ。何ソースって言うんだっけこれ。サルサソースっていうのかな、なんかこう、うん、あと酸っぱい感じもね、嫌じゃない。もう当然ね、あれだ、ハラペーニョのあの酢漬けみたいなのあるもんね。うん、あの感じ入ってる。辛い、周りのトルティーヤかなりもちっとしてる。あれこれちょっと米軍と通でやってない、これトルティーヤ。米軍とかなり技術が似ている気がする。肉もすごい細かく砕かれて脂っこくないね。結構肉だけで仕上げたような甘さのコクがある。うん、あ、これはうまい。これ凍んないのかな、これだけは。うん、どうなんだろう、これだけはもしかしたら凍る気はするよね。こんなに作ってんのかな、凍っても食えるようにしてんのかな。うん、水分は確かに少ないけどね。水、あのタコライスのあのね、沖縄とかにもあるよね、タコスだ、タコス、サルサじゃん、タコス。そしたらば、ちょっとね、せっかくメイン最後にしよう。まあ、これもね、いってみよう。駄菓子みたいな、異常なまでにサイド目に切られたこのつぶつぶ、これいってみよう。うん、甘っ。桃じゃね、ちょっと今くじ辛くなってわかんねえんだけど、かなり甘いよこれは。カロリー間違ってたらごめんなさい。アプリコットでもなく桃かな。今くじかなり辛いから分かりづれえかもしれない。フルーツのかなり細かいから面積でかいじゃない、砂糖漬けにされているこの面積が一個一個のさ、だからかなり甘い。うん、これはね嬉しい、疲れてる時とかね、食いやすいしね、すぐこう噛み砕けるしね、柔らかいよ、めちゃくちゃ食べやすい。こういうのがコンビニにあってもむしろ女性にめちゃくちゃ人気ですよ。こういうのないよね、こういう形のドライフルーツなくない。学校の登校通勤30キロぐらい歩くことあるじゃない、その際はこうね、バッグにこうパッと、これあったらいいんじゃないの、これあったらもういくらでも歩いて通勤できるね。男性にもおすすめだ。ドライフルーツ持ってる男性あんま聞かねえけどな。チョコレート、チョコ、うん、おしゃれだ、あっちなりのなんかロゴが入っている。うんうん、思ったよりビターではない、
いや、ビターだとカカオの香りガーンときそうなんだが、思ったよりない。あ、後で来る。もしかしたらトルティーヤでちょっと口がやられてたのかもしれない。後で来た。だけど、そんな強い感じないね、ビターだけど。うん。チョコレート、うん、カカオの香り、あっさりめ、ややビター、チョコ。うん、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 うん。これはいいな。ちょっと待って、彩りも素晴らしい。これは、盛り付けさえも考えてんじゃないか。うまそうすぎる。バー、ブルーベリーバー。ね、このつぶつぶの。この缶詰ね、理想的だよね。もう、かつてもこう、40、50年もっとか。ね、世界が求めてきた開発に勤しんだエネルギーバーだよね。もう現在、これがね、最新でしょう。うん、この砂糖コーティング。噛んだ瞬間、メリ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 みたいな。キャラメル感。うん、シリアル。サクサク。揚げ玉みたいな感じ。甘さで、こうネチョネチョのコーティングされたなんかサクサクの歯ごたえ。食べ応え。長細い食べやすさ。口に広がるブルーベリーフレーバー。結構甘い。パラパラしていて、噛んで食べやすい。これめちゃくちゃうまい。これは、これあんじゃないかな、似たようなね、コンビニで。ここまでベタベタしないか。かなりベタベタします。うん。でもかなりブルーベリー入ってるし、ビタミン取れる。この甘い3種だけでもこれ、今日、電車乗るのやめて歩いて帰るわっていう人続出するな。うん。歩ける自信がなんかみなぎってくる。この3つあれば。防災食にもいいよね。うん。この3つはさっといけていいね。この麺いってみよう。見てくれ、このメインのこの感じを。ね、タラだそうです。うん、人参、タラ、おそらくタラ。さて、それではいただきます。いただきます。どうなんだ。うん、やば。ちょっとこれめっちゃうまい。めっめっちゃうまいんだが、かなり、おそらくは、かつて日本もやっていたであろう、干しだらだね。ちょっと書いてあったもん、翻訳の時一瞬。干しだら。干したタラで、ちょっと、あれよ、身がめっちゃくちゃ締まるじゃない。干したタラとか、魚。それをちょっと水で戻したかなんかして、ちょっとシチューなのよ。ほぼほぼクリーム、シチューっていうかクリームに、ちょいカレーぐらいかな。カレーあんま感じない。でもやっぱちょっとちょいカレーぐらいか。溶けたじゃがいも、ほんのりカレーなのかなぐらいか。タラの歯ごたえが一回干されてから肉みたいになってます。すごい歯ごたえ。これはバターも入ってんのか。ちょっと辛いね。うん、ちょっとほんのりカレーだね。ほんのり、ほぼシチューみたいな感じだね。クリームシチュー。ほぼ甘さとコクと、ちょっとバターのような香り。すげえ歯ごたえのある。歯ごたえのあるタラってあんま想像つかないでしょ。干してるから、すっげえ歯ごたえある。旨味の甘みを感じる。玉ねぎ。うん。炒めた玉ねぎ。で、ピリッと最後になんかカレーなのかわかんないぐらいスパイスを感じる。タラめっちゃ入ってます。とろけてるじゃがいもが、個体だったり、とろけてたり、もう肉じゃがみたいな。とろみはかなりじゃがいもで持っててる。これめっちゃうまい。日本でもやるべきだな。シチューとカレーの中間。もうカレー、シチュー7。ん?シチュー8。カレー2。カレー粉ちょい入れ。で、メインの具は、干しだら。多分。めっちゃうまい。で、シチューだから、魚介がめっちゃ合う。何の営業してんだ、私今これ。何の営業してんのかわかんないけど、これ昔の日本も使ってたからさ、今あんま見なくなったよね。干しだらブーム来るな、これ。干しだらブーム来る。煮てシチューにしてる間にだな。戻るから。うん。どこ食ってもタラいる。やっぱ、あれか。保存食にもなるしね。あっちの国の。かつ、ちょっとカレーで。めっちゃ食欲をそそる。でもこれどうしたらいいの?パンとかないんだ、これ。これめっちゃうまいよ、マジで。これシンプルに売ったらよろしい。トースク。なんだべね、これね。これでもちょっと反則だよね。売ってるものだとしたら、これ軍用に作ったんだとしたらもうお手上げだわ。ただこれかっこいいしね、パッケージね。もうこれだけで弁当になるよ、マジで。かっこ
これ持ってきたらめっちゃかっこいいよ、会社とかに。かつての食べたリエーションの中でこれはメイン食材でも5倍以内に入ってくるね。うん、あ、ちょっと人参の香りもする。うん、うまい。うん、うん、すんごい高級だわこれ。どこ食ってもずっといるもん。今度家で作るとき私はもう干しダラじゃなくてもタラ入れます。ええ、ちょっとタラ入れましょう。最後にコーヒーいただきます。はい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 、あーはははは、はい、ということでいかがだったでしょうか。北極圏のカレーということでね、なんと干しダラ多分、シチュー8、9割のカレー1割っていうブレンディーなクリーミーなカレーでした。びっくりいたしました。あとトルティーヤとかね、感じとか、フリーズドライ酸味どこでも食える、やばいレベルに達しているとは思います。私びっくりいたしました。ということで最後に評価額発表させていただきます。ノルウェー軍の戦闘糧食、北極圏のタラカレー1食分590万円、590万円でいかがでしょうかね。3食だったらもう1500万円。カロリー消費激しいからな、寒いよ。ぜひ干しダラある方、このようなシチューみたいなカレー作ってみてはいかがでしょうか。めっちゃうまいっす。本日はこれまで。それじゃあまた、ありがとうございました。